ナイス、ナイスすぎる、これはナイス、ナイスすぎる、ナイスすぎる、マジか、これこんなんありあるのか。じゃあ、無理だな。これ無理だな。一つ多分誰の死体か分かんないですけど、一つ死体は分かります。ナビゲーション前でレポートが鳴りました。で、直前に出てって停電中に出てったのが阿部弁さんです。ナビゲーションから出たのは阿部弁さんで、阿部弁さんを疑ってます。ナビゲーションで3つ作業をしていて、ちょいちょいナイトメア君が来て2人きりになってましたが、その時はまだ生きてました。ってことは阿部弁さん視点は雑巾さん見てないってこと？雑巾さんナビゲーションの前ぐらいで一回すれ違いませんでした、停電になったタイミングで、ナビゲーションから出てくる阿部弁さんとすれ違いました。停電になったタイミングって見れるんです？そんなに。あ、いいですか、はい、3人死んでるじゃないですか、うん、はい、はい、で、リアクター、なっ時ぐらいにザチキンさんとリアクターで速攻で会って、しばらくエレクトリカルあたりまで行動を共にしてるんで、ザチキンさんは白だと思うんですよね。これが2死体1死体だったら行動は可能なんですけど、3死体となるとザチキンさんでも最後一緒にいなかったってことですよね、今の証言からすると。まあ最後は一緒にいなかったですけど、リアクターで2人っきり一緒にいたんで、だから2キルは、だから2キルはする時間はなかったってことでしょ。でも3スター上がってるから、まあ水橋師匠、ゲンさんってここから、リアクター直しに行きました。ゲンは下から行ってます。カフェテリアドスタートのアドミンで、ストレージ、ロアエンジン、リアクターの順です。でスナパイさんに途中ご一緒しているはずです。はい、分かってます。左側のリアクター鳴った後に、左側で死体が発見されてないことから、左側には死体ないものと考えていて、はい、なるほど。ある、あ、左側って言ってもあってメドペイとか、うんうん、セキュリティじゃないや、エレクトリカルは人いっぱいいましたもんね。なんかスナパイさんセキュリティチラって見ませんでした、うん、セキュリティ見てない。ねえ、あとリアクターとエレクトリカルは少なくともその最初のキルはないはず。僕最後尾だったからリアクター出たのが。でそのままエレクトリカル行って、ダツキンさんと夏目さんとあと誰だっけ、誰かいたから。そこには死体はなかった。はい、あ、はい、お願いします。チャンスじゃね、これ。このフェアはチャンスじゃね。熱いな。すいません、はいはい、さっきの話、もう一回やりたいのと、どの話か、うん、さっきの話、うん、司会お願いします。結局スナパイさんが誰につくって言ってました。あんま聞けてなかった。僕です、僕です。阿部弁さんで、はい、今ザチキンさんを疑ってるのが誰でしたっけ。ゲンさん、阿部弁さん、阿部弁さんじゃない、阿部弁さんがゲン
ザッチマさんを、ね、うん、ちょっと少し訂正したんですけど、さっき安倍弁さん疑ったんですよ。自分は安倍弁さんの疑いを撤回します。安倍弁さんがすれ違ったタイミングで殺すんだったら、安倍弁さんの方に、安倍弁さんが自分を疑う、ザチキンが安倍弁さんを疑うというのは分かりきってるんで、安倍弁さんじゃないと思ってます。他に容疑者がいると思ってます。自分ザチキンさん結構白目で見てるんで、自分ザチキンさんと行動を一緒にしたいんですよね。ね、簡単な話で、これリアクターにたどり着いた順番を洗えばいいんですよ。リアクターに、直したのは誰ですか？ザチキンが自分と ザチキンさんです、うん、はい。で、1番目がザチキン、スナパイはたどり着いてます、うん、僕もいたね。僕最後尾、そこから2つタスクやって、見えてました、見えてました、うん、となるとダンディさんは？僕はいなかったですね。あのその時はちょうどシールドの方にいましたね。なるほど。で、安倍弁さんは？僕はもうなんかみんな何人かあっちに行く感じがあったので、そのままナビゲーションでやって、はい、ナビゲーションさっきも言った通り3つもあったんで、もうこのままここでやってよって思いました。となるとなんですけど、まあ、右側にまあ、あって2死体ぐらいはあってもおかしくないかなって僕視点は思っちゃうんですよね、うん、はいはい、そうなるとダンディさんとアベベンさんかなっていう、どっちかにはいるだろうなっていう。そうですね、多分そうだと思います。開幕殺して、開幕殺してメッドベイあたりで殺してたら、右側でウェポンズあたりで殺して、あ、無理なのか、丸か、うんと、まあ、あのローラーするほどではないって感じです。容疑者は3人ぐらいかなって思ってるから。了解です。とりあえずザチキンさんと、まあ、ダンディさんにしようかな、はい、ダンディさんにつくわ。わかりました。うん、いい流れですね、これはね。熱いね。これは耐えだな。ひたすら妨害して。キルは我慢だな。ペアが2個できちゃってるからな。停電中でちょっと死体の場所は分かりませんが、うん、カフェテリアでリポートが押せたので押しました、うん、あ、カフェテリアだよね。あの、メッドベイいなかったっけ、一緒に閉じ込められた時。アベベンさん、メッドベイいました、はい、アベベンさん、ダンディさん、スナッパイ先端がメッドベイに閉じ込められて、でその後先端を先頭に、先端、スナッパイ、もう一人が、アベベン、ダンディと4人とも出ました。出ましたね。みんなカフェテリアに向けて、でですね、ダンディさんの真後ろを僕つけてるので、ダンディさんが殺害はしてません。じゃあ結構スナパイさんと、ダンディさんと先端さんは今回の殺害無理ってことですか？あ、違います。先端は分かれているので先端の可能性があります。いいですか、いいですか、うん、自分と、ザチキンさんが一緒に行動をずっと暗い中でも共にしてたんで、この二人には絶対無理です。絶対不能です、はい、なのでもうほぼほぼ原産先端さんくらいしかない。原さんどこにいた？原今ねアッパーエンジンなんですよ、最終位置。はい、僕でアッパーエンジンですれ違ってる。
うん、で、メドベー入る前です。まだ1キル、1キルじゃない、1釣りもしてないわけじゃないですか。だから、2浪いるわけですよね。だから、一緒にいたって発言も2浪でやってる可能性って、これ、追った方がいいんですかね。ないです。カフェテリアで死体が発見されていて、それだったら先端が目撃しているはずだから、はい、僕、ストレージだよ。僕、2浪だった場合、僕、ストレージだから。カフェテリアからストレージに抜けたって話でしょ。うん。停電前ね、しかも。だから、雑菌夏目の両老だった場合、センターがそのどちらかを必ず目視しているタイミングがあるはずって、うん。センターさん、停電前にストレージのどこにいました？停電前は、ストレージの給油のどこにいた。おかしくないです、夏目さん。そこ通りましたよね、私たち。通ったし、まあ、さらに言うと、センターに通します。はい。待って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 。あ、マジか。ちょっと待ってよ。待ちません。いやまあ、ぶっちゃけ僕もう一人はダンディさんだと思ってるから。これ速攻押さないとペアだからね。いやーマジか。マジかこれ。マジでいたんだけどな。うわー、冤罪された。どうでした？巻き戻ったらいましたよね。だって僕給油やってから給油のところで押したからな。センターさんでいいんじゃないですか。いや、まあ、まあ確定だと思いますよ。僕もそう思ってるんだが、うん、センターが誰とローラーしてほしいかが分かんないんだよね。そう、センターさん目線の釣り位置が夏目さんは結構夏目たしきんじゃないですか。ペアだからねって言ったら夏目たしきんを疑ってたと思ってます。うん、で、センターさん狼で送ると、スナパイさんが結構白目なんですよね。うん、で、って考えると、ダンディさんとゲンさんを釣りたいんですよね。うん、で、今回どっちかに投票して、またボタンを押して、っていうのは不可能ですか？できます？まあ、どっちにしろか。アベベンさんが白確定したんですよ。リアクターが鳴った時の3ゲンさんか僕が釣られる流れだったからね。ナビゲーションで作業して出てきたっていう、アベベンさんが白だった以上、ザチキンさんの目線で僕が生き残った方がまだ良かった気がするんだよな。状況的に。自分と政治があってゲンさん切った方が良かったかな。アベベンさんが黒だった場合、視界的に必ず見えてるはずなので、自分が疑われるって位置で殺す必要ないなと思って。はい、ベンさんを白置きしました。了解です。って場合は、じゃあそのナビゲーションの殺しが阿部ベンさんではない、発見したザツキンさんじゃないならば、まあ、ダブルキルしかなかったか、ゲンさんと一緒に動いて。阿部ベンさん、無理か。ここから釣っていただいても構わないんですけど、ダンディさん視点はどうですか？ゲンさんっぽい。まあ、ゲンさんっぽいかなというふうには思ってますね。はい。でございますか。まあ、基本的にはもう、僕はもうスナパイさんにずっと一緒にいる。どっちにしろだよな。アベベンさん、キルしない方が良かったよな。ゲンさん視点誰が怪しい？先端さんの色によるんですね。で、ザチキンさんと夏目さんの二郎がないんだったら、そこ両白になるので、スナパイさんかダンディさんの二択で、状況的にダンディさんなんですけど、すごく白っぽく見えてるので、今めちゃめちゃ困ってます。今日はダンディさんで名を使ってほしいんですけど。ゲンさんかな、自分は。うん、まあこれでもガチ冤罪すぎる。そう。阿部弁さん、いやてかさ、もうだから阿部弁さんを切るを我慢するしかなかったくない？で、一番いいのはザチキンさんと夏目さんをダブルキルして、で、最後に1キルで終わりが理想だったんで、だから我慢した方が良かったんじゃないかなと思うんだよね、あそこ。僕結局関与しなかったじゃないですか。あ、むずいよね。だから、ボタンを全部消費させてから最後3キルしか勝ち筋なかった気がするけど。
これは、これは 100% ゲンさんですね。ダンディさんですね、これは。上が全然反応しないんで、上見に行ったら死体が転がってました。ダンディさんです。いや、自分見てたんですけど、はい、ザチキンさんと、もう一人ダンディさんが上を押してたんですよ。そうですね、はい。で、それでゲンさんが下にいて、これなんでって思って下に行ったらゲンさんが上か上に行って、反応なかったで、その後にロボートが入ったんで。じゃあゲンさんじゃない、ゲンさんじゃない。消去法じゃないですよ。消去法で僕とゲンさんが疑われたのは消去法ですけど、僕に投票した明確な理由は見てなかったからって話だから冤罪ですね。夏目先生押してない。用語じゃなくて合ってますよ。巻き戻してみてください。見て、ゲンさんが離れたタイミングで自分が押しに行ったって感じです。下の方に押しに行ったってことですよね。ゲンの主張としては下を押してたんですが、あの上の反応がなかったので上を見に行った。冤罪ですね。巻き戻してみたよ。僕も転がってる死体があったので押しました。あそこで押せた、たどり着いてから。あ、ごめんね、夏目先生。ゲンさんだったら夏目先生を殺害しない？いや、離れてたんで距離取って、だから、うん、はい、一応ね。で、なおかつ言うと、なおかつ言うと、ザチキンさんとダンディさんが両黒っていうのはもうこの時点でないじゃないですか。うん、だからどっちか押せるんですよね。わかります。そうね、主導権取れなかったのがね。ダンディさんが押してなかったか、ゲンさんが押してなかったかわからない。自分からペア組みに行ってもよかったかもな。ならわかんないけど、多分ゲンさんだろうな。でも自然だよな。わかった。俺ね、ここ英断なんだけど、スキップしね、うん。いやー、まあ、じゃあ自分ゲンさんつきますよ。いや、ゲンさんとダンディさんに行動してもらおうぜ。うん、ああ、タスク今どんな感じ？僕はまだですね、僕も。スナパイさん押せる？押せない。やばくね。あ、俺がそのゲン・ダンディと一緒に行動しますわ。自分も押せないっす。あ、やば。ナイス、ナイスすぎる、これナイスナイスすぎるナイスすぎるマジか、これこんなんありあるのか。オツだね。エンタだ。ナイスすぎる、ナイスすぎる、ナイス。いやーごめん、いやーうますぎる、マジで大逆転だ。いや今の、いや今の勝てたな。ナイスすぎる、悔しい。あの、僕ちょっと聞いてもらっていいですか。僕あの、僕あのなんだっけ、あそこの医療室、メッドベイ、メッドベイで源さんがあの弁当から出てくるの見てるんですよ。そうなんです。で、あっと思って、で、ガーってあのカフェテリアに走って、まさに本当にあのボタンを押す 0.5 秒ぐらい前に殺されたんですよ。うわ、センターさん釣られたタイミングって多分アベベンさん殺害の容疑だったと思うんですけど、あれ冤罪なんですよね。センターさんめちゃくちゃ冤罪。そう、聞いてほしいんだけど、僕本当にオイルの前でわざわざサボタージュのボタン開いて押したのに、見てないよねって言われて、それで決め手で殺されたんですけど。俺は申し訳ない。ちなみに僕はあの、僕ナビゲーションでセンターさんに殺されたんだけど、センターさん弁当から出てきた。いや、歩いて殺したら。ザチキンさんもいて、あ、やべ、これ見られたと思ったら見られてなくて、逃げた、左に。最後は運っていうか、まあ。いや、だから、でもね、しっかり投票してたのが偉かった。ね、リアクターとか無視で僕、真反対にだから右側行ってたから、右側に死体なかったから、リンネさんとね、まさかりさん、どこで死んでたんだろうと思いながら。思ってたけど。カフェテリアで殺された。いや、悔しみがすぎる。いや、悔しい。え、あれは、投票しやっといて、自分スナパイさんが放置って形が一番です。なんかスキップに入れとかないといけなかった。スキップに皆さん入れれば大丈夫です。うん、投票しないがね、もう一番ダメだから、今みたいなケースが起きるから。なるほど、なるほど。ちょっと議論が固まる前に時間切れが来ちゃった。だから先に、あれ、決めるといいですね。あの、今日はどうするか。
ジョージさんとダンジさんと私ゲットで動かされたら私も身動き取れなかったんで、もしそのルートで行ってたら絶対オオカミ勝てなかったと思います。いやない、いやもうマジでごめんと思ってたんだよな。僕が生き残った方が多分あの勝てるルートはまだあったと思ったからめっちゃ後悔してたんだけど、ナイス大逆転なら。いや悔しい今の。いや今の悔、いやごめんなさい本当。いや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 、強かった。今日はインポスター強いんで。強いな、本当に強いな。なんでこんなに強いんだろう。80%ぐらいじゃないですか勝率。すごいすごいすごい。じゃないんです。本当まぐれもいろいろありますが嬉しい。あ、夏目先生。いやちょっとなんかみんなのあれが見えなくなった。あ、服装が。そうだ。センターさんこれ部屋変えませんか。私やっぱ多すぎる気がする。いやてかもう部屋変えても原産基本半なんか 50% ぐらいで原産インポスター。なんかない。なんか部屋から出てしまってもう一度建ててもらえるとありがたい。建てます建てます。